スパーニャ広場スパーニャ広場,場上からの眺め船の噴水映画、ローマの休日映画、ローマの休日スパーニャ広場、スペイン広場は、イタリア共和国ローマ市の中心街にある広場。スパーニャとは、スペインのイタリア語古称で、間近にあるスペイン大使館にちなんで命名された。広場の中央には、ジャンドレンツォ・ベルニーに咲く、バルカッチャの噴水がある。東には、口述の大階段がある。 西側はコルソ通りに向けてコンドッティ通りがある。スパーニャ広場にはトリニタデーモンティ教会へと続くトリニタデーモンティ。階段、通称スペイン階段が接する。設計はフランチェスコディサンクティスによるもので1725年に完成した。波を打つような形態はバロック的な効果を上げている。映画ローマの休日で オードリー・ヘプバーン・フンス・ル王女がジェラートを食べた、シーンでもお馴染みの場所である。当初、フランスの外交官の寄付によって作られたものの、スパーニャ広場にあるためこの名で呼ばれている。現在は、スパーニャ広場付近の地下鉄入り口付近に階段を、登らずに上に行けるエレベーターが設置されている。保全のため広場での飲食や階段での座り込みが、法令で禁止され、 ローマの休日のシーンのようにジェラートを食べたり座ったりすることはできない。ありがとうございます。